のレーザービームの真相を語りました。あれは分かってて笑ったのか。ワンオール番組内で中村俊介と鎌田大地がこのシーンに触れました。これレーザービームが分かっててニヤッと笑ったの。レーザービームって普通めちゃくちゃ遠いところからやるじゃないですか。見えないところとかでやってるやつがゴール裏の顔が分かるところにいたんで、そいつに対して何やってんだお前と。本当だよ、余裕があって周りが見えているってことですよ。この時はめちゃくちゃ緊張してました。全然そうは見えなかったな。シチュエーションが勝たないと決勝トーナメントに上がれないという状態で0-1で負けていて、この PK 外したらもうチャンスはないなと思っていて、 PK を与えられてあそこに立ってから蹴るまでに結構時間があったんです。外したらどうしようかなと思いながら蹴りました。そう見せない鎌田はさすがですね。